はい、今回はね、幸福の科学さんからいただいた小学生向けの冊子になりますかね。正々堂々、ズルはダメって素晴らしいタイトルだと思います。私も国語が小学生レベルなんで、しっかりと読めるような内容がいいですね。大きな字で絵本みたいな感覚で読めます。この中にはそうですね、カンニングやごまかしをしていないかなって書いてますね。やっぱり学校ではカンニングってダメとされてますけども、社会に出るとカンニングだらけです。例えばなんかね、書類を提出するとき、テンプレートってものがあって、そこに日付とか内容をちょびっと変えるだけで提出しますよね。でも伝えたいことの意思と目的がはっきりすればいいんで、はっきり言ってこの書類をまあコピペするみたいなカンニングっていうのは、世の中をスムーズに動かすために容認されてるんじゃないかなと思うんですよ。それこそね、どんな文章も一から書くってなると膨大なチャンスロスが起きるわけですよ。だからやっぱりカンニングっていうのはいいんじゃないですかね。誰かがなんかね、儲かる方法をなんか開発しました、それを教えてくださいって言って丸々ねパクって、その人も儲かればいいと思うんですよ。それとも何かこうカンニングせずに自分で考えなさいって言ってこうやって隠すんですかね。まあ特許ってものが一部ありますけども、あれだってお金を出したら特許使わせてもらえるわけでしょ。だからつまりテストの答えが分かんない時にチューインガムとかね、100円玉あげてちょっと見してって言ってるのと何ら変わらないような気がするんですけども、カンニングはいいんじゃないですか。なんかそのうまくいく方法って隠すんじゃなくって広めていくじゃないですか、やっぱり。だからこういう風なね、大川隆法さんの考えも、自分で考えろ、カンニングはダメだって教えないんじゃなくって、こういう風にやったらいいんですよっていう風に堂々と、あれでしょ、天国に行く方法をカンニングさせてくれてるわけですよね、宗教っていうのは。私はそういう風に読んだんですけども、どうでしょうか。皆さんはどう思います。カンニングは良くないことでしょうか、どうなんでしょうか。